たちアップアップガールズカッコニキです。はい、1月7日にリリースしました世界で一番可愛いアイドル、そしてシテルモンの両 A 面シングル、こちらのリリースイベントを本日で終了しました。今回は売上目標1万枚ということで、ハッシュタグ青春1万という企画をやってきましたが、なんと皆さんの応援のおかげで達成することができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう年末年始本当に皆さん忙しいと思いますが、たくさんの方が遊びに来てくれて本当に嬉しかったですし、たくさん CD を手に取っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。そうやってね、たくさんの方に、まあ、1万枚は挑戦したことがない規模だったので、確かに私たちもこうリリースイベントのセットリストを考えるだけじゃなくて、特典会までこう自分たちで考えさせてもらいました。面白いなって、なんか相談会とかで、ライチ様の悩みを聞かせてもらったり、自分がやりたいのやった。そうなんですが、本当に結構お客さんと の、 あの絆もめちゃくちゃ深まったなって思います。そうですよ。あと、チラシ、うん、そう今回ね、本当にいろんな店舗さんに置いていただけるように、全国に、そう、限定のチラシを作ったり、うん、そうあと、地元のメンバーはその地元にね、自分で書いたチラシを置いていただいたりとか、はい、日ごとに変えてたりしました。そう、変わらせていただいたり、変えたね、変えた、あとあれだよ、シテルモン動画ありましたね。みんなコンプリートした人いんのかな。いやステルモン動画どうかな、なんか北海道から沖縄までやるから、ありましたね。チャレンジ、ツイッターの方でしてるもんチャレンジね、ずっとやってそっちでも本当に噛み合ってなかった。ぐらいいろいろやってきましたよね。そっからいろいろあったんだよ。なんで本当にいっぱいありすぎてわかんない。コマさんので買っていただくと、そこに動画がね、うん、ついてツイッターにね、やったね。そう、なんか本当にいろんなことをやってきてるから、なんかもうわかんない、なんか思い出がいっぱい詰まってるっていうか、本当に濃いリリーベ期間だったなって、めちゃくちゃ思ってます。今回ね、1万企画も達成したということですし、これを大きなバネにしてまたね、次は全国ツアーが待っています。2月から始まりますけども、まあね、たくさんこうやってね頑張ったので、まずはね、皆さんも一回体を休めてツアーにね、こう精神統一をしていただいて言ったりしていただいてから、私たちのライブにね、がっつり遊びに来ていただけたら嬉しいです。今回のツアーもたくさん気合入ってますしね、いろんなこと考えています。アップデートもっと大きくなってツアーを大成功したいと思いますので、皆さんツアーの方もぜひよろしくお願いします。ということで、これからも応援よろしくお願いします。以上、アップアップガールズカッコニキでした。